はい、皆さんおはようございます。今日はですね、近似の裁判例から見た発明発掘のポイントということで、セミナーさせていただきます。弁理士法人藤本パートナーズ、部門長北田明と言います。どうぞよろしくお願いします。話をどんどん進めていきますけれども、発明発掘というところですね、今回は焦点を当てることにさせてもらったんですけれども、その背景としてですね、まず、経営に対する知財がどんどん重要視化されているということで、知財戦略でポートフォリオを構築するだとか、オープンクローズ戦略で知財をうまく活用するとか、IP ランドスケープでですね、経営に資する知財情報を提供するとかですね、そういうことが知財業務の中であったりですね、あるいはコーポレートガバナンスコードの改定において、知財、ガバナンスだとか、知財への投資ですね、こういうところが注目されていてですね、ますます知財というのが経営の中においてですね、重要視化されているという昨今においてですね、ふとこういう話をいろいろ僕も相談を受けたりですね、話を見たり聞いたりするわけなんですけれども、その中でふと、こういうことはすべてですね、発明がたくさんあってと言っていいのか分かりませんけれども、発明があってですね、初めて特許権というのが取れるわけですので、特許という観点から見ると、発明あってなんぼというようなところが重要なんじゃないかというところにちょっと気づきましてですね。でその一方でですね、普段、お仕事させてもらっている中でですね、発明がなかなかいい発明が出てこないっていうご相談を受けたりですね、発明発掘させていただいたりですね、リエゾン活動させていただいたりと、いろいろさせていただくんですけれども、皆さんは知財関係の方多いと思うんですけれども、得てしてなかなかね、たくさん発明が出るということをについてですね、苦労されているというのも背景にありましてですね。じゃあ、一度ちょっと発明発掘という視点でですね、何かヒントになるようなことが提供できないかなというのをちょっと思いましてですね、今回の検討に至ったというところがございます。で、その中でですね、一度ちょっと裁判例から何か発明発掘という切り口で、裁判例を検討できないかなというのに、たまたま思いつきましてですね。で、裁判例から、やってみようというのが、今日の、いきさつでございます。で、その中でですね、裁判例と言ってもですね、その争点になっているところっていうのは、侵害の続否であったり、損害額の計算であったり、無効論においては、信仰性、新規性、信仰性、それから記載要件、多岐にわたるわけなんですけれども、それ全部を見るのはさすがにちょっと難しいかなと思いまして、今回いろいろ下調べというかそうしている中でですね、新規事項のところにですね、ちょっと着目してみようということに思い至りました。で、そうするとですね、今日の話としてはですね、この新規事項が争点になっている裁判例を分析してみてですね、でそれを発明発掘という視点から何かヒントになるようなことがないか、それを見出すっていうのが、今日のやりたいことです。で、ですので、その判例自体がですね、その裁判例自体がいいのかどうか、正しいのかどうかとか、そういうことはちょっとさておきですね、実際にあった裁判例、事例を今日は紹介させていただきますけれども、その事例に基づいてですね、何か検討するということになってきます。で、そうするとですね、まず、発明、それから新規事項追加っていうところを少しおさらいしておこうと思います。まず発明とはということなんですけれども、特許法にもね、定義規定がありますけれども、もう少し分かりやすいところで、話をするとですね、特許施行規則の中に、規定がありまして、これは36条の4項1号ということで、実施可能要件をですね、
ルール付けたものになるんですけれども、そこではですね、この赤いところ、これですね、発明が解決しようとする課題、およびその解決手段、それから、そういう、通常の知識を有するもの、当業者ですね、発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載するっていうのが、まあ、発明の詳細の説明の記載のルールというふうになっています。このことからですね、発明というのは、はい、発明というのはですね、まあ、課題とですね、それから解決手段、これでもって、特定していく。で、その上で、技術上の意義ですね、ここが重要かと思ってるんですけども、技術上の意義を理解できるように把握していく。こういう塊でもって発明というのは特定されていくということを、まあ、少し念頭に置いておいていただければと思います。ですので、発明というのはもう一度言いますけれども、課題があって、その課題を解決するための何がしかの、まあ、構成と呼ばれる手段があってですね、でそのセットでもってですね、技術上の意義が理解できるような、内容になっている。これが、まあ、発明というところの、重要なところになります。で、一方ですね、新規事項の判断のところなんですけれども、まあ、これは皆さん、審査基準の抜粋になるんですけども、まあ、よくご存知のところで、ソルダーレジスト大合議から、まあ、受けてですね、今の規定になっています。で、ポイントになっているところはですね、この赤枠のところ、新たな技術的事項を導入しないものであるなら許されるということなんですけども、まあ、ある補正をした場合に、その補正がですね、当初明細書等というのは、まあ、出願当時にした明細書などの、まあ、書類に記載した事項との関係で、新しい技術を導入するかしないか、これによって判断されてですね、導入するものであれば、新規事項追加と判断され、しないものであれば新規事項追加ではない。だから補正が大丈夫。適法なものになって、導入するものであると、判断されると、新規事項の追加として補正が認められないということになります。で、じゃあこれの規定、まあ今回はこの新規事項の判断をしているという争点にかかるものを、裁判例を引っ張ってきてですね、そこから分析するんですけども、どういうふうに発明発掘につなげていくかというところの、まあ、今日のまあ一つの、まあ、定義になる部分なんですけれども、それはですね、新規事項の追加と判断されたということは、その、補正した内容ですね、あるいはその請求項の記載の全部の発明ですね、それが当初明細書に記載されていなかったということになる。で、一方で新たな技術的事項を導入しないものっていうことは、それは記載されていたということになる。で、このされていたかされていなかったというところっていうのを、ずっと戻っていって、明細書を作るとこ、あるいは発明の発掘の時に、焦点をこう遡っていった時にですね、気づいていたら、記載してたんじゃないかという仮定を、まあ、立ててます。ですので、新規事項として認められた、新規事項の追加でないってことですね。だから補正が認められたということは、その内容が当初の明細書に記載されていたわけで、それは発明発掘の時にもすでに発掘されてたんじゃないかと。で、逆に認められなかった、新規事項追加で、補正が認められなかった場合っていうのは、そのことが、発明発掘の当初にですね、検討されてなかったんじゃないかと。いう仮説を立ててですね。じゃあその場合にどんな視点を持ってたら、その新規事項と判断された部分が、認識できたのかっていうようなことをちょっと考えてみるというようなのが、まあ今日の話の本筋でございます。はい。で、まあそれぞれのところに対してですね、一つずつ、事例を挙げさせてもらって、まあ合計6つの事例を今日は説明させていただきます。早速事例一つ目ですね。令和3年のネゴ100435ですね。これを見ていきたいと思います。これはですね、まあ、発明の名称を見ていただくと、組成物の化学系の発明なんですけれども、当初請求項っていうのが、まあ、左側にありまして、
右側に補正後の請求項ということで、この補正した内容が、新規事項に当たるのかどうかっていうことが争われた事案です。で、どういう事案かというとですね、まず当初請求項っていうのは赤字の HFO1234YF っていうものと、で、この下にあるずーっとずらずらずらーっと並んでるものからなる群。この中から選択される少なくとも一つの追加の化合物等を含む組成物っていうのが、まあ、請求項1で。で、補正した請求項っていうのは、この群の中からですね、この青字と緑の字、HFO1243ZF および HFC245CB っていうのを、まあ、抜き出して、まあ、特定の組み合わせにして、で、まあ、重量パーセントを特定して、で、そういう組成物というふうに、補正した。これがまあ争われたところです。で、まあこう原子、まあ原子ですね。そうですね。原子地裁判決では、新規事項追加と判断されたんですけれども、明細書に記載されていた事項として判断されたところとしては、出願当初の請求項1、まあ先ほどのやつですね。その記載っていうのは HFO1234YF に対する追加の化合物を多数列挙するという、そういう限定にとどまるんだということが判断されています。で、さらにですね、新たな低地球温暖化係数の化合物である HFO1234YF を調整する際に、まあ、こういう不純物とか複製生物が特定の追加の化合物として少量あるっていうことが記載されていると、まあ、それにとどまってるんだと。ということで、記載されていた事項が認められています。認定されています。で、逆に記載されていない事項としてはですね、この HFO1234 と、まあ、赤、青、緑という特定の組み合わせですね。これを選択すると、今さっき、まあ、請求項1見ていただきました通り、この赤の物質と、このいろんな群からなる少なくとも一つだっていう選び方をしている中でですね、その明細書には、この特定の組み合わせを選択するというのは記載されてなくてですね、その組み合わせが必然である、まあ重要だっていう根拠だとかですね、この緑と赤のこの組み合わせに着目する理由っていうのは何も記載されてないというふうな判断が、されまして、で、そうすると、このいろんな組み合わせのある中からですね、この特定の赤と緑と青っていう組み合わせっていうのを、当業者がどうやって導き出すんだと。その導き出すための、まあ、理由付けというかですね、動機付けっていうのが記載されてる、ないとダメなんじゃないかということで、この技術的な意義を理解するに足りる記載がないということで、新規事項だと判断されました。だから補正は認められないということですね。で、一方、判決の方ですね。これも同じように、新規事項追加と判断されたわけですけれども、そこにはですね、まあ、追加する記載として、作用効果に関する記載は全くないということで、先ほどの赤、緑、青の組み合わせの作用効果ですね。そこは、一個も記載されてないじゃないかと、いうことです。で、追加の部分で、ここ一つちょっと重要なところですけど、まあ、控訴人ですね。まあ、特許取りたい方の人はですね、新しい作用効果として、沸点の近い化合物で、強沸組成物っていうのとか低コストだということをまあ主張したんですけれども、そういうことは、明細書には記載も示唆もされていないので、もしそういう観点から補正するんやったら、もうまさに新たな技術事項を導入するもので新規事項じゃないかっていう判断がされているというところにちょっと着目したいところです。で、この事案からですね、わかることですね。もし、ここですね、提案された発明が HFO1234YF に対するたくさんの追加の化合物っていうところで、まあ、提案された発明があったとしましょう。で、その時にですね、この発明を深掘りしていくという視点でですね、この構成の組み合わせっていうのを発明として捉えていくと。で、発明っていうのは、先ほど冒頭に言ったように、課題と、解決手段のセットでもってですね、その発明の技術上の意義っていうのを理解していく、まあ、作り込んでいくっていうことが、その発明の大切な捉え方になりますので、そういうのを考えていくということですね。
例えばそのたくさんの、たくさんあるんだ、その中から一つ選べばいいっていう発明は、まあ、それはそれが一つの発明なんですけれども、さらに深掘りしていくと、そこの中から特定の組み合わせっていうのを作っていく余地があるのかないのかですね。でその余地があるかないかっていうのは、まあ、いいこと、いわゆる作用効果っていうようなものですね。作用効果とか新しい技術的な意義、この組み合わせは実はこういろんな組み合わせある中でこの組み合わせはこういう視点で重要なんだとかですね、さらに別の組み合わせはでやると同じ効果は他のものと同じなんだけれども別の異質の効果があるとかですね、まあ、そういうふうなところを組み合わせとして見ていく、まあ、パズル的な組み合わせといいますかね、マトリックス的な組み合わせといいますか、そういうことをやっていくことで、新しい海外念の発明であったりですね、あるいは派生した発明っていうのが、まあ、見出せるんじゃないかということが、まあ、一つ分かるかと思います。で、次の事例にですね、令和2年の行計の101475です。で、これはですね、この下見てもらったら分かるように、ゲームプログラムに関する発明で、このゲームを想像していただければいいと思います。スマホのゲームでも、まあ、テレビゲームでも構いませんけれども。で、その中で、まあ、ゲームといえば、まあ、アイテムを使って、まあ、強くなったり、まあ、なんか得点があったりとか、いろいろするわけですけど、そのアイテムに関する発明です。で、当初請求項っていうのは、アイテムを特定のアイテムに変換するっていうことが特定されてたんですけども、補正した内容っていうのは、このアイテムを、特定のアイテムに変換するっていうことに加えてですね、その特定のアイテムをアイテムボックスに対応づけて記憶すると。この補正した部分。ここが争われ、新規事項として争われました。で、具体的な判断に見ていく前にですね、明細書の記載をちょっと、なぞっておさらいというか見ておきますと、まずその特定のアイテムっていうのは、上限なくユーザーが所持できるという記載があります。で、一方でですね、ユーザーは付与される様々な種類の不要なアイテムを一つの特定のアイテムに変換してやる。で、それを所持するんですけれども、まあ、それによってですね、不要なアイテムによりユーザーのアイテムボックスが満杯になるのを防ぐことができるっていう記載があります。で、まあ、その次の52段落では上限なくユーザーが特定のアイテムを所持するっていうのが記載がある。で、ここら辺からするとですね、要はこの明細書全体の中ではですね、そのどういうことを書いてるかというと、そのユーザーがアイテムをたくさん持つんですけど、この持つアイテムはどこで保持されるかというと、アイテムボックスっていうところで保持します。アイテムボックスにアイテムをどんどん入れていくと、満杯になったらアイテムが持てなくなってしまうということが問題になるので、それを解決するっていうのが、この発明、明細書で書かれている発明の中身です。で、そのためにアイテムを特定のアイテムに変換してやって、でそれをどう所持するかというところになるんですけど、この発明では、特定のアイテムは上限なく所持できるというふうになっている。そういう内容です。でこれに対して、まあ、新決はですね、新規事項の追加と判断したわけですけれども、どう判断しているかというとですね、当初明細書ですね。先ほど言ったように当初の明細書っていうのには、特定のアイテムがアイテムボックスに収納されるとは記載されていないと。で、アイテムボックス、特定のアイテムの収納上限が設けられていることまでが記載されているということはできないと判断してます。で、これはですね、何を言ってるかというと、先ほど問題になっている、記載というのは特定のアイテムをアイテムボックスに対応づけて記憶するっていうことで、まあ、素直に読むとですね、このアイテムボックスで保持するっていうように特定のアイテムですね。そういうふうに読めるかと思います。でも、記載の中ではですね、明細書の記載では特定のアイテムっていうのは上限なく所持できるであって、でしかもアイテムボックスが満杯になるのが問題なんだって言ってる。っていうことからすると、この普通に読めばですね、特定のアイテムをアイテムボックスに収納しとくとは読めないということを、まあ、ここでは言ってます。で、さらにですね、新決が続けているところではですね、この下のところですね、
特定のアイテムをアイテムボックスに収納するとなるとですね、その特定のアイテムによってアイテムボックスが占有されてしまうので、満杯になるっていうことを防ぐっていう技術上の意義を損なってしまうじゃないかというふうに判断してます。まあ、当たり前といえば当たり前ですよね。その、普通のアイテムで満杯になるっていうのが問題で、特定のアイテムにやってるんだけれども、その特定のアイテムにやったものをもう一回アイテムボックスに入れてしまうと、結局その特定のアイテムで満杯になってしまうので、まあ、支離滅裂じゃないかというようなところがここで言わんとしているところですね。一方、判決も同じように、追加、新規事項追加と判断したんですけれども、まず赤字のところを見ていただいて、アイテムボックスっていうのはアイテムを収納するものであって、上限があるんじゃないかと。そういうふうに読めますということですね。で、青字のとこですね。一方で、特定のアイテムについては上限なく所持するんだから、アイテムボックスに収納するとは読めないということで、そうすることは不可能じゃないかと。その記載の内容からすると不可能じゃな、なんじゃないかと認定して、新規事項の追加と判断しています。で、このことをですね、発明発掘というところから、検討してみるとですね、まあ、また、同じように発明の本質の部分ですね、技術的意義っていうのを深掘りしていくということに、使えるんじゃないかと思っています。どういうことかというとですね、この、先ほど言いましたように、発明での課題と解決手段、その解決手段セットで考えるんですけども、提案された発明というのが、アイテムボックスが満杯になって問題なんだと。だから、特定のアイテムっていうのをアイテムボックスに収納せずに、上限もなくしたんだということで、そうすることで、アイテムボックスが満杯になる恐れがあったら、アイテムを特定のアイテムに変えて、で、上限なく保持できるんで、いくらでも変えれるわけですね。そうすると、満杯になることが解決できるというような話が来た。その時にですね、一つの切り口として、この課題と解決手段の関係っていうのを深掘りしていくということで、ここではその課題とか解決手段っていうのを小分けにしてみるということを検討してはどうかと思います。どういうことかというとですね、まず課題、この中からいくと満杯、アイテムボックスが満杯になるっていうことが問題なんだと。じゃあこれを課題と設定したときに何で解決してるのかということを考えるとですね、特定のアイテムをアイテムボックスに収納しないということによって、解決はできる。そういうことですよね。そのアイテムボックスにアイテムをどんどん収納するわけですけど、それを、特定のアイテムを、特定のアイテムに変換して、そこにアイテムボックスに収納しないようにしてやれば、アイテムによって満杯になることは防げるわけなので、これはまだ対応関係としてはぴったりくるわけですよね。で、それ以外にもですね、解決手段その2としてですね、複数のアイテムから特定アイテムを変換するということで、たくさんアイテムがあると満杯になるけれども、例えば100個のアイテムで1個の特定のアイテムに変換できたとすると、で、その特定のアイテムを、アイテムボックスの中に入れてもですね、この99の空きができるわけですよね。100個から1個になるわけなんでね。そうすることで満杯になるのを防ぐことはできないけど、抑制はできるということで、これも解決手段として対応づけれるんじゃないかということを、まあ整理していくというような考え方ですね。で、一方で、この解決手段として、この、ここですね、特定のアイテムを上限なく保持できるっていうところありましたけども、じゃあ、これの課題って何なんやろ？これによって何が解決されてんのかと。いうことを考えていくと、またこれは、解決手段がある課題を、に対して、特定アイテムの保持数の上限をなくすということが、まあ、対応づけられた発明として見出せる。で、さらにですね、解決手段として、アイテムボックス内で特定のアイテムを上限なく保持したらどうなるんだと。それによって課題が解決できるのか、どんな課題解決できるのか、とかいうことを、まあ、考えていく。で、さらにですね、特定のアイテムをどこに保持するのかっていうことを考えると、まあ、課題とか解決手段っていうのが、まあ、どんどん、紐付けていけるんじゃないかということで、こんな風にですね、まあ、一つの発明が提案されても、その中にある、まあ、キーワードみたいなものを、小分けにしていってですね、小分けにしていって。
で、小分けにするだけではダメなので、課題と解決手段という視点から結びつけていく、関連づけていく。で、こうすることで発明が整理されて、まあ、これだけでも、まあ、満杯の課題ということに対しても2つの発明が見出せる。あるいはもうちょっと進めてやると3つ4つの発明が見出せるということができるんじゃないかというふうに考えます。それから次の事例ですね。令和、元年の行計10117ですね、これはですね、ここにあるように機械式駐車装置というものの発明ですね、これはですね、車が、まあ、街中にある立体駐車場っていうのを、まあ、想像していただければいいんですけれども、車が画面の下からずっと入ってきて、この16番のパレットと呼ばれる板の上に乗っかってですね、で、この16番のパレットごと動いて、まあ、立体の駐車場の中で駐車されると、保管されるというような内容です。で、まあ、もちろんですね、この普通車で乗り入れてきた人はですね、この中からガチャッと外へ出てですね、操作するわけですけど、この中、明細書では乗降室と呼んでるんですけども、この中で人がおる状態で、この機械が上や下やにガーッと動くとやっぱ危険なので、やっぱここの、この中の安全確認というのはすごく重要なこと、人命に対しての重要なことになります。で、それを、解決するというかですね、そのためにですね、この発明としてはですね、この 34A とか 34B っていうところでボタンを設置してまして、安全確認をしたらボタンを押す。で、ずーっと行って安全確認したらボタンを押して、で、出て行ってこの装置を動かすっていうような、装置になってます。で、一方でですね、これはまあ実施例が2つあって、もう1つの実施例なんですけれども、ここにはですね、こうカメラがついてまして、で、82A がカメラがあって、で、これでまあ映してる状態を、この 80AB っていうところにモニターとして映すというような実施例が書かれていて、ボタンは同じようにあります。これどういうことかというと、この降りて、このボタンを押したときに、この 80A のモニターに映るのは、82A のカメラの映像が映るわけで、ここで、確認してやると、自分のいてる場所も反対側も全部チェックできて、いいねというような内容ですね。で、問題になった請求項はですね、この赤のところなんですけれども、問題になったのはこのボタンですね。これが、入力手段というふうに呼ぶんですけれども、この配置がですね、この乗降室の中にあるか、外にあるか、どっちでもいいのかっていうところが争われた事案になります。で、その訂正している請求項っていうのは、運転席側の領域の安全を人が確認する安全確認実施位置っていう、まあ、このあたり。イメージなんでしょうかね。で、反対側っていうのがあって、運転席と反対側と、こっち側のイメージ、それぞれに配置されてるっていうふうに、特定されてますけれども、乗降室内や外っていうのは言ってないんですね。で、明細書の中ではですね、こっちの実施例では、乗降室内には、ボタンがあります。入力手段があります。やってですね。で、こっちの、実施例でも、乗降室内に、ボタンとモニターがある。って書いてるんですけれども、この例ではですね、ボタンとモニターが乗降室内外に複数設けられても良いってある。まあ、このセットであれば外でもいいみたいな記載が、内でも外でもいいというような記載があります。で、決定、まあ、異議の方ではですね、新規事項の追加と判断されてまして、この安全確認実施位置っていうのは、直接目視する場合っていうのは、乗降室内にあるべきというふうに判断されて、カメラとかモニターとかをですね、その特定してない状態では、乗降室内に限るんじゃないですか、というような内容からですね、新規事項の追加と判断されました。一方、判決の方はですね、新規事項でないと判断された。で、これはどこから考えたかというと、発明の目的とか意義ということから、乗降室内、外とか特でなくてもいいんじゃないですかということをまあ判断したということなんですけれども、この発明の目的は何だったのかというとですね、
ここですね、入力者は乗降室内の安全を確認できる位置にあれば安全確認をより確実に行うっていう発明の目的とか意義は達成されるっていうことであれば、そういう位置にあれば別に乗降室内や外っていう限定はなくていいんじゃないかっていうのが、判決の判断ですね。で、ここら辺ですね。まあ、仮に、まあ、乗降室外にあったら、壁がどうのこうのってなるわけですけど、まあ、壁が透明やったりなかったりすればですね、自由に安全確認できるだろうっていうようなところから、この判断がされています。で、この出願実は、分割出願でしてですね、この第一世代ですね、分割する前の請求項はどんなんであったかというところをちょっと見ておきます。それを見るとですね、この青字、まあ、乗降室の話は、乗降室内に入力手段が設けられるって書いてあるんですけれども、青いところを見ていただくと、入力手段への入力が行われ、かつ、入退室検知手段によって乗降室へ入室した人の体質が検知されない限り、搬送実行しない制御手段ということで、ここが特徴であるという発明で、第一世代としては請求項記載されています。というのもですね、その課題を見ていただくと、より確実に乗降室が人が退出した後に動作をする。で、それによって安全を確保するってことで、入力手段の位置が中か外かの問題とかいうことではなくてです、この、人がいないということ、だから退出してるっていうことを検知したら装置を動かすっていうことで、この課題を解決してるっていう発明です。で、それに対して分割したこの訂正請求項っていうのは、まあ先ほど見ていただいたように、乗降室内っていうのが、特定されてない発明になっています。で、ここが特徴です。で、この内容からですね、発明発掘のポイントとして見出せることとしてですね、一つ課題っていうのを、乗降室から人が退出した後に動作を行い、乗降室内の安全性を確保するために、安全確認の、解決手段としてですね、そのために安全確認の実施状況の入力ですね、ボタン入力手段を操作して、で人が乗降室から退出した時を検知した後に動かすっていう発明として提案された。で、この時に発明の目的とか意義っていうのを深掘りしていく。まあ、先の、事例ともよく似てるんですけども、課題と解決手段の関係っていうのを、まあ、個別に整理していくというところですね。例えば、その乗降室内の安全っていうのは、乗降室から人が退出していること、退出いないんだってことが分かれば、それでいいわけですね。とすると、確認ボタンの操作っていうのは、乗降室を退出してからやっても、いいわけですね。退出したことが分かればいいと考えればいいです、ね。で、そうすると、確認ボタンが乗降室内に設置されている目的は何なのか。わざわざなんでどっちでもいいのに、わざわざなんで乗降室内に設けてるんですか。っていうことを考えると、それは乗降室内の安全確認を確実に実施してもらうということですね。ちょっと映画戻りますけど。どういうことかというと、このボタンがですね、例えばこの辺の外にあるとした場合に、この運転者がですね、ピーと止めて、そのままガチャってやって何も見ずにここ来てボタンピッて押せば安全確認できたことになってしまいますけど、この中にあるとですね、わざわざそこまで歩いていかなあかんわけですよね。そうするとまあ、この辺りを見ることになるし、例えばここにあれば、まあ、ぐるっと回る間に、の周りを見ることになって、安全確認がより確実にできるんじゃないかと。いうようなことが、この乗降室内にあることの意味になりますので、そういう意味で考えていくと、この乗降室内の安全っていうのと、安全確認を確実にするということの二つの課題っていうのを捉えて、それぞれ解決手段があるっていうように、住み分けされていく。こういうふうなことで、発明の発掘がしていけるというふうに思います。で、さらにですね、次の事例ですね、令和2年の行計10045ですけれども、これはまあ、最近ちょっとね、大合議の判決ありましたけども、まあ、美容器ですね、顔のとこコロコロするようなやつです。で、この案件はですね、そうですね、この案件、まあですね、
同じようにまあ分割が問題になっているんですけれども、そもそも問題になった、して何かというと、このハンドルですね、ハンドルのところにくぼみを設けて、この中にいろんな機械を入れて、このカバーをカチャッと蓋して、ハンドルを構成するというところが、ポイントになっているんですね。ハンドル本体にオーブがあって、で、それを、このオーブを覆うハンドルカバーがあるっていうことが特徴になっていて、で、その課題はですね、ハンドルの成形精度とか強度を強く維持するっていうことになってて、で、組み立ての作業性が向上されるというようなところがポイントというか課題になっています。で、この新結ではですね、まあ、新規事項追加でないと判断されたんですけれども、まあ、この鍵括弧にあるような内容が、まあ、記載があるというふうになっていてですね。で、それは何かというとですね、ハンドルの成形精度とか強度っていうのが、縦割りとか横割りに分割してやる、ハンドルを分割してしまうと、そういう強度が問題になったり、組み立てに手間がかかってしまうということが、まあ、記載がされているということで、技術的課題を解決するという本件特許の技術的意義は、原因出願と分割出願とで、この部分は変わってないということで、まあ、新規事項追加でないと判断されています。で、一方、判決も同じように新規事項の追加でないということなんですけれども、さっき言ったように成形制度の話とか、組み立て制の話ですね。ここ成形制度、強度、それから組み立て作業っていうのが、この記載がある。もう書いてるじゃないかということで、新規事項の追加ではないというふうに判断してます。で、これ先ほど言ったように、分割出願で特許になっているものなんですけれども、じゃあその第一世代はどんな内容やったかというとですね、ここ赤字見ていただくと、一対のローラーですね。これとこのローラーの直径がまあ15から20、15から20で、その間の距離、この W のところが7から8みたいな、こういう特定をしていた発明なんですね。だからハンドルの話とも全然関係ないような内容なんです。で、その課題は何かというと、目元や口元などの狭い部分をマッサージするのに適した美容器ってことで、要は、目元、口元のマッサージに関する課題になっている。ということで、課題も全然違うのが、特定されています。で、この案件をですね、はい、発明発掘のポイントというところから、検討してみるとですね、提案された発明が、まあ、例えばですね、先ほどあった第一世代の内容ですね、今回の美容器っていうのは、目元とか口元とかの狭いところをマッサージするために作ったんだ。それはローラーの直径と間隔っていうのが大事なんだっていうふうに、提案が上がってきた。で、それに対してですね、別の課題を設定しなければ、組み立て性の話にはならないので、そこをちょっと仮説立てています。で、じゃあどういうふうにやってるのかって考えるとですね、ちょっと視点を変えたんじゃないかと。視点を変える。で、どういうふうに変えたかというと、場面を変えてみた。で、どういうことかというと、その目元や口元のマッサージっていうのは、その美容器を使う場面で、立てられる課題になる。で、一方で、この成形精度とか強度とか組み立て精度、組み立て性っていうのは、製造の場面であって、使う場面と作る場面とで違う場面のことを考えている。で、その違う場面から言える、いいことですよね。この、例えば使う場面であれば、目元、口元っていうのがマッサージできる。で、それをマッサージできるんやったら、ローラーの直径とか間隔が大事。でも、組み立て性の話をするのは、これ製造の場面になるわけですけど、そういう時には、組み立て性が重要で、それはハンドルの、オーブとカバーっていう、これが大事。っていうことになって、この、全然違う発明がどんどん発生して見ていける。ということで、その提案された発明のその場面にこだわるんではなくて、その場面から違う場面ですね、を想定してみる。例えば、保存しておく場面とか、掃除する場面、洗う、メンテナンスする場面とか、それから輸送する場面、いろいろ考えれると思うんですけども、それ場面を変えたときに、今回考えたものは何か考えられるかという視点を持つと、新たな発明が発掘されるかもしれない。ということですね。で、次の事例ですね。平成31年、行計の10042ですけれども、
これはですね、マッサージ機ですね。椅子に座って、まあ、いろいろ動いてマッサージしてくれる機械の話です。で、ポイントになってるのは、この両サイドにある腕をマッサージするところの話でして、で、これはまあ、見たところ CG 状になってて、内側が開口されてて、この内側のところから、腕を出したり入れたりするということで、この CG 状の形になってるところっていうのは、まあ、この、これが、ホジブですね。ホジブという名前になってるんですけれども、明細書の中ではですね、このホジブに対して、ぐるっと、空気袋っていうのが設けられてて、この空気袋が膨らむことで、この中にある腕を、圧縮というか圧迫して、整理をするというような発明なんですけれども、それに対して正球孔っていうのは、空気袋がですね、対抗する部分、まあ、例えば、まあ、この上の部分と下の部分、対抗する部分のうち、少なくとも一方の部分に設けられる、まあ、どっちかにあればいいっていう特定にしたというところが争われた。どう争われたかっていうと、明細書には全部って書いてるやんっていうことと争われたというようなイメージです。で、これの課題はですね、生療者、非生療者の腕部を生療するということが課題になってます。で、心血はですね、心肌の追加でないと判断したわけですけれども、これは技術的な課題っていうところからの切り口です。それは、非生療者の腕部を空気袋によって生療するっていうのが課題なんだ。で、それを解決するものであれば、腕部をこの空気袋の膨張とか収縮で生療してやれば、解決できるわけであって、技術的意義を変更するものじゃないんじゃないかということで、で、先ほど言ったように、この少なくとも一方の部分、例えばこの上の部分と下の部分の少なくとも一方の部分にってなるとですね、両方にある場合、だから上だけ、下だけ、みたいに片方だけにある場合って、両方が、の発明が含まれるわけですけど、この G2 っていうのは片方だけの場合のみのことを言ってます。で、その空気袋がおじぶの対抗する部分の一方にのみ設けられている場合、この場合であっても空気袋が膨張収縮すれば、非生療者の腕部を生療するっていう課題が解決できるから、心肌の追加じゃないと判断した。一方、判決でも同じようにですね、この課題というところを捉えまして、その非生療者の腕部を生療することができ、できないことが課題であったから、できるようになってればいいんだということで、一方、対抗する部分の一方に空気袋があれば、生療できるってことが、まあ、明らかだということで、課題解決手段として十分、成立してるんちゃうかということで、新規事項追加でないと判断されています。この案件もですね、分割出願に関係するようなものなんですけれども、本件はですね、先ほど言ったように少なくとも一方の部分に空気袋があるっていう内容になっています。一方、第一世代ですね、これがですね、この赤字のところですね、補助部ですね、さっきの CG 型の腕入れるところっていうのが背もたれのガイドレールに移動可能で、背もたれの倒れる系統に応じて、沿って移動するよっていうことで、課題がちょっと違うんですね。これは何かというと、背もたれの系統によって腕が移動した場合でも、腕を保持できるっていうことで、まあ、皆さん背もたれ、リクライニングできるような椅子にね、まあ、座ること多々あると思うんですけど、腕をね、アームレストみたいなとこ置いてて、そのまま背もたれ倒れていくと、当然腕がずれて、アームレストから外れますよね。こういうところを、まあ、外れないように保持しようとして、背もたれの倒れるのと同じように、腕の保持部も動かしてやるっていうのが、最初の発明です。で、これを先ほど言ったように、提案発明を、第一世代の方ですね、この背もたれを系統させた場合に腕を保持できるっていう課題に対して、背もたれ部分の系統に沿って移動するっていう発明を考えたということで提案された場合に、どうするかということで、このそもそも論をちょっと考えてみるということで、提案されたものを見るとですね、そもそも腕が生療できるようになってるけど、そこに特徴はないんですかみたいな話を、質問できるかどうかですね。ここにはですね、
腕の施量に関する別の課題を設定するというふうに、書いてますけども、これが、関係するところは皆さんの中で言うと、技術常識というものと関係してくると思います。皆さん普段、調査等々されると思うので、それぞれの会社における技術常識っていうのをよく知ってはると思うんですね。その技術常識に基づいて、そういえば、保持部で腕を施量するっていうもんなかったよな、という視点から、もうそもそもこれ腕の施量に特徴あるんちゃうかっていう見方ができる時もあるでしょうし、逆にですね、その、技術常識を捨ててですね、そもそもこんなんあったんかいなっていうような話ですね。その腕を施量できるようなアームレストの部分っていうのはそもそもあったんですかっていうのを、発明者にちょっと聞いてみる。こういうことによって、そういえばそのないかもしれんなみたいな話でですね、それがないんちゃうかってなるとですね、そこの部分の課題を探していけばいいわけですよね。そうすると、例えば、解決手段として、保持部に空気袋があるっていうことを考えて、じゃあそれは何を課題解決してるか。で、腕を施量できるってことになるわけですよね。で、そうすると、この保持部が動くっていうこととは違う発明が特定していけて、派生した発明がどんどん生まれてくる。で、さらにですね、それは対抗部分の両方にある意味は何なの？ぐるっと一緒やったけど、これの意味って何なの？っていうことを聞いていくと、さらにどんどん発明として広がりが出てくるっちゃう。というようなことではないかというふうに思います。はい。ですので、その皆さんが持ってる、皆さん思ってるより、技術常識についてたくさんの知識を皆さん知らず知らずに持っていると思いますので、それを使って考えてみる。あるいはそれを捨てて考えてみるっていうことを、二つ考えてみてください。それからですね、次、最後の事例ですけども、平成31年行計の10026ですね。これはですね、ここ見てもらったこれ、ね。流体圧シリンダーってことで、流体の力でもって、この出力部分っていうところを、上に動かしたり、下に動かしたりして、物を持ち上げたり下げたりするっていうようなものです。で、どうやってるかというとですね、この15番のところ、あるいはこれ今、出力部分が上になってるんですけど、下になったのがこっちの右の絵で、これは14番のところに、が空間になってます。で、この14とか15のところにこの液体を入れるわけですね。液体を入れたら、当たり前ですけど、圧力が上がる。その圧力が上がることによって、上に上げたり下に上げたりする。っていうような発明で、で、この出力部材がですね、上に位置してるか、下に位置してるかっていう、この位置を知りたい。で、知るために、センサーがいるんですけど、そのセンサーを外付けにしてしまうと、このシリンダー自体の、大きさが大きくなってしまうので、内蔵型にしようっていうのがこの発明です。で、その内蔵型にするために、ここに出て入ってくる流体の力を使って、この弁を切り替えてやるっていうようなのが、この内容になります。もう少し具体的に言うとですね、例えば、この下の部分を拡大したのがこの絵なんですけれども、15番のところに液体がギュッと入ってくると、出力部材はその圧力に押されて上へ上がります。で、その時にですね、この15番のここの先っちょの部分ですね、この部分はここになるんですけど、この上に穴が開いてまして、この上に入ってくる液体が、この穴を通じてずっと下へ降りてくるんですね。で、降りてきて、この53番の流体室の中に入ると、圧力が上がってきますので、この弁体ですよね。こいつを上へずっと保持してよ。保持してやると、ここに弁があって、この弁が開きましてですね。この22番からエアが入ってきて、こっちの下の方に空気が抜けていく。だから空気が流通するわけですね。で、一方で、この出力部材を下げる、こっちの図ですね。この図みたいに、この14番のところに、液体を入れて、この15番に入ってた液体を抜くわけです。で、抜いてやると、14番の圧力でもって、こう、下に下がってくるんですけど、その時、この15番のところの液体も抜けるので、抜けていくと、ここにあったやつ、ここの53番にあった液体もずっと抜けていくわけですね。で、抜けていったところずっと下がってくるとですね、この出力部材によって、この鉄板、天面というか、ね、先っちょがぐっと押されるわけですよね。
押されることによって、この弁体がキュッと下へ下がる。まあ、ここ液体もありませんのでね、下がる。で下がってやると、この弁のところがグッと締まってですね、この22番と、この下の50号 D というところが、連通しなくなる。連通しなくなると、このエアは供給されているので、この22番の圧力が高くなる。でそれによって、高くなるから、下におるなってことがわかる。っていうような、この装置です。ちょっとややこしいんですけども、これはまあ、上の方でも同じで、こっちにも同じ機構があって、この上の方のやつは、上にあると圧力が、エアが通らなくなって圧力が上がって分かる。で、下になるとエアが通るっていうようなところです。で、そういう中でですね、実施例として一つ書かれているのが、この弁のところの下にですね、これ 53A、圧縮コイルスプリングっていうのをこう仕込んでやってですね、ずっと上に押してるわけですね、バネでね。で、これが弁が開いてるとき、ここ流通してるときですね。で、弁が閉じてるときっていうのは、ここ押されるわけですけど、そのときはバネが縮むっていうようなもの。で、このバネを特定したっていうのが、この発明のポイントになっていて、で、その弾性不正だけで、弁体を保持しようっていう内容にしたんですね。この、先ほど言ったように、この弁体が上行ったり下行ったりするっていうのは、ここに入る、油圧ですね。液体の圧力によって上に上がるっていうものであるのに、このスプリングによって上に上がるっていうのを特定した。でこれが新規事項かどうかっていうのが、判断の対象になった。で、コイルスプリングに関してですね、どんなふうに記載されてたかっていうとですね、コイルスプリングっていうのは、液圧、油圧って書いてますけどね。まあ、液体の圧力が立ち上がるまでに、確実に動作させるって書いてあって、で、その液圧、油圧っていうのは、どういうふうに書いてるかっていうと、油圧によって、いろんな課題が解決されて、小型化できるとか、位置を、まあ、確実に検出できるとか、そういうことが書かれてあるっていうような状況です。で、これによって、まあ、判決はどう判断したかというと、油圧の不正が主で、圧縮コイルのスプリングの不正が補助やと言ったんですね。だから、そうすると、種の発明の効果との関係で考えたら、種の部分をなくして、補助だけで特定するっていうのは、新規事項ちゃうかという判断をした。っていうことなんですね。それが、まあ先ほどこういうところの記載と関係していてですね、油圧によって、この、油圧導入室、っていうのが、まあ、ここの部屋になるんですけど、この部屋の中に液が入って、弁が押されて保持されるっていうのが書かれてて、それによって、課題が解決していくっていう有利な効果があるっていうのが書かれてある。っていう中でですね、主と従っていうのは補助で決められて、この記載が読み取られてですね、で、新規事項になった。で、これも分割出願でして、第一世代を見てみると、先ほど言ったように、液圧の導入室とか、液圧の通路ですね。その縦にシュートありましたけど、あそこのところが特定されてるっていうので、第一世代なんですね。で、こういうところ特定せずに、弾性部材だけで特定したのが分割室。で、これは補助の部分になるから、この液体の圧力っていうのを、入れないっていうのは新規事項だ。っていうふうに判断された。で、この案件から分かることですね。で、これを見ているとですね、信頼性が高いとか、弁体を不正するって、液体で、不正するっていう で、サブで弾性部材設けてるんだけれども、この主従関係をですね、断ち切ってしまうっていうことも大事。だから、補助と言っても、主と組み合わせになるので、組み合わせがあったら、まあ、単独の効果を考える。だから、油圧、液圧だけ、それから弾性部材だけ、両方あったらどうなる？この三つのパターンを考えてみると、主と補助っていう関係を断ち切ることができるんちゃうか。ということですね。だから、一見補助、サブのように見えても、そのサブで書いてしまうと、さっき言ったようにサブだけのクレームっていうの、発明っていうのは見出せなくなってしまうので、弾性部材だけでいいことはないですかというふうに考えると、まあ、ここにあるように初期応答がいいので、バネでやるとね、ずっと押してるわけなんでね。初期応答良くなって、いいですよ。っていうことで、まあ、上位概念の発明であったりとか、派生した発明であったりっていうのを導き出していけるんじゃないかというふうに考えます。
で、以上のですね、今日は6つの事例を説明させていただきましたけれども、まとめるとですね、まあ、こんなふうに6つ並んでくるわけなんですけど、どれを見てもですね、まとめてこう1つの方程式に当てはめれるというものではないんじゃないかと考えています。ですので、発明発掘の場面で大事なことというのは、こういう、まあ、小技といいますかね、この小さい視点をたくさん持って、その場その場でこれが使えるんちゃうか、あれが使えるんちゃうかっていうような、まあ、カードを切っていくことが大事で、それがハマると新たな発明として見出していけるんじゃないかと思います。で、今日はですね、まあ、補正前とか分割する前のものを提案された発明としてそこからの派生というふうに考えましたけども、ゼロからの発掘ということに関しても、まあ、こういうことは使えましてですね、その場合には皆さん、現場へ行くしかないと思います。うん、なので、発明者のところに行ってですね、今何やってますかっていう時に話を聞く。その時にただ単に話を聞くんじゃなくて、まあ、こういう、ここにまとめてるような視点を持ってですね、この話を聞いてみて、発明を見出していくっていう、まあ、こういう地道なことがやっぱ重要なんじゃないかなというのが、まあ、検討して分かったことでございます。はい。以上をもちまして僕からのお話を終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。